はい、ね、年明けから、皆さんねハッピーニューイヤーとかね、明るい動画をね配信されてる YouTube チャンネルがほとんどだと思うんですが、うちのチャンネルだけはちょっとね暗い、動画配信スタートになっちゃいました。で、まあ年末からバタバタとさせていただいてて、課長くん、皆さんに、ご心配かけております。で、結局、昨日獣医さんに行った結果報告を正直に、全てお話しさせていただこうと思って、動画配信してます。まず、獣医さんについて、獣医さんに診察していただきました。で、まあ初めはね、足とかいろいろつまんでみたりとか、いろんなことをやって、課長の、反応をねチェックしていただきました。それと僕たちの、課長のここに至るまでの、ことをちょっと獣医さんに尋ねられまして、でそのこともお伝えしました。でその結果ですよね、脊髄軟化症ではないかっていうことをね獣医さんに伝えられました。でそれ行くまでに脊髄軟化症っていうのを、ネットで調べてたんですよ僕ね。でどういう病気かっていうのも進行性で、どういう病気かっていうのも、把握しての獣医さんだったんで、そうではないかなって僕も思いながら、でもそうなってそうで なかってほしいなっていう願いで獣医さんに行ったんですが、獣医さんから、そういうことをお伝えされてちょっと、気持ちがね、落ちてしまいました。でまあそうは言ってもね、実際それがね見た目じゃなしに検査結果として僕たち把握する方がこれから社長課長とのお付き合いですよね、どう付き合っていくかとかもきちっと、僕と高木の間で、決めて付き合えると思ったんでね、検査結果がどうあろうと、全て課長の今起こっていることを受け止めてやろうと思ってね思い切って検査していただきました。でその前になぜこういうことになったかっていうのを皆さんにお伝えしてない、んですけど、獣医さんに尋ねられてそうやったねっていう場面はところどころありました。それはねもう1ヶ月前、とか、1週間前が特にあれやったかな。ちょっと歩くスピード遅いね程度でした。走らないねって。でもそういう時もありましたから、でちょっと年末っていうことでバタバタしてたんでおやつとかそういうのもあげるタイミングがすごい非常に少なかったんで、それとかね新しいこの迎え入れとかいろいろ重なってたんで、いつもの課長のスタンスっていうのがねなかなか、で出せる場面も少なかったから、こちらでおかしいっていうのもね気づくのが気づくタイミングがまずなかったんですよね。で初めて下半身が動かなくなった状態でおかしいってもうその場でおかしいってなってすぐ病院へっていう形になったんですよ。でどういう状況で課長が下半身動かなくなってたかっていうと、いつもの入ってるクレートで手前に課長が来てた。これは高木がねお世話してるんで手前に課長が来てて、あれと思ってクレート開けたら下半身が動いてない、動かないっていうので僕にすぐ電話かかってきて、僕が、行った時にはもう関心動かないなっていうことで、すぐ病院連れて行こうということで行ったのが始まり
です。ですから1週間前かぐらいとか、あと1ヶ月前ぐらいから、うん、足がよれるようにこうね、ヘルニアの現象でとか、尻尾がもうだらんと落ちてるとか、そういうのになったらおかしいって思うんですけど、そこまで、症状が出てなかったんです。果たしてそれがヘルニアの症状なんか、ただ単に普通の過長だったんかわからないし、で大きな衝撃とかそういうのもまずなかったんです。まあヘルニアの子をうちでね保護してて、ヘルニアの子が今までに2頭いて、2頭3頭なんですよね、僕が見たのはね。その時は一緒に遊んでてヘルニアになったって、あーって言ってキャンって言うだなと思ったらヘルニアとかそういうのばっかりやったんで、今回みたいにクレートに入っててヘルニアっていうのが、僕にはちょっと初めての出来事でした。でそれも全部、獣医さんにお伝えして、での答えが、脊髄軟化症じゃないかっていう疑い、ただ疑いです、だったんですよ。僕たち、いろいろね、考えたんですが、結局そのままで帰ってもあれ やけど、頭の中でモヤモヤが残るんで、それで CT と MRI 撮っていただきました。で、昨日の夜に、もう向こうもギリギリの時間帯に、課長が目覚めましてね、夜の8時ぐらいに課長が目覚めたっていうことで、でそこから獣医さんにいろいろ説明を受けました。で CT と MRI の撮った写真をに基づいていろいろな説明をしていただいて、ここが正常な状態でっていうことで、でまず CT の説明でずっと輪切り状態を見ていきまして、頭からねずっと見ていきまして、で肋骨の、13本ある中の、12本と11本目の、肋骨の間でヘルニアが起こってるということで、でその状態も見せていただきました。で結構神経に圧迫をかけてるなっていうのはもう説明を受けて見てたら分かるぐらいのヘルニアでした。でそれで結局 MRI の説明とか言って、僕お聞きしてるのは、あヘルニアだったんだなっていう気持ちで、ああよかったっていう感じで、何箇所だったらどうしようっていう不安ばっかりだったんで、あヘルニアだったんだっていうことで、んだら頭の中に説明聞きながら、頭の中で課長にこれから、どう接していこうかとか、あとカートとかこうたらなあかんなとかね、そういうこととかをいろいろ考えながら説明を聞いてました。で後半の説明で、ここからなんですよっていう獣医師の、落ち着いた言葉で、僕はあーっと思ったんですよね。で聞いたらやっぱり何箇所でしたっていうことで、でいろいろ説明していただいて、やはり発端はそのヘルニアのなったとこから壊死が起こしてるっていうのを MRI で、説明されました。で結局今上半身まで来ちゃってるっていうのは何かっていうと、炎症を、神経が炎症を起こしてるらしいです。で何箇所進んでるのは、肋骨の11番目、頭から数えてね11番目の肋骨の付近で壊死が起こして何箇所が起こってると。でこれから、ずっとずっと、このまま収まる場合も可能性は少ないけどあるらしいんですけど、で結局、進行していく犬がほとんどだとおっしゃってました。それで今全身が動かない状態っていうのは、その神経が炎症を起こしていてて、それが脳まで、脳まで炎症が来てる
それによって、全身が動かなくなってるとおっしゃってました。で、結局炎症は薬で止めれるか止めれないか、そこらはもうその個体によっても違うし、らしいです。それで、いろいろ案が出ました。いろいろっていうか3つの案しかないっていうことで、でこのまま連れて帰って薬を飲まして、いつもね、世話してもらってる方たちとゆっくり過ごしてもらうっていうのが一つの案で、もう一つの案っていうのが入院して強い薬投与する。でめちゃくちゃ強い薬らしいんで、あのパルス的に、投与する、投与か点滴ですよね、する。でどういうことかというと、強い薬って弱めて、強い薬って弱めて、その状態を見ながら、投与していくらしいんですが、でその薬が強すぎてそのままショックで亡くなる子もいてる。それとその薬が効くっていう保証は全くなく、そのまま、進行していって病院で亡くなる子もほとんどだっていうことで、で稀に進行が止まって、命だけは取り留める子もいてるらしいです。それが何パーセントの確率で起こってるかいうと 1-2% らしいです。でどうしますかっていうことです。で課長は今高熱が出る感じの、脊髄が炎症を起こして高熱が出るタイプの症状が出てるらしいんですが、これが脊髄炎症を起こして激痛が走る子もいてるらしいです。でそういう子に対してはもうすごく吠えてすごい痛みを訴える犬になっちゃうらしいんですが、でそういう子の場合はもう、安楽死を犬のために、それと飼い主さんのために進めますっていうことで、で僕は全然ね安楽死っていうのは全く反対派で、犬とともに、つぼみちゃんの時も言われたんですよ、これは。でも全然僕は反対派なんで、あの犬とともに犬の苦痛を飼い主も味わうべきだっていうのを、それと、受け止めるべきだっていうのが僕の考えなんで、安楽死はもう本当、考えない、考えたことがないでね。でアキラの時もそうです。やっぱりすごく苦しんだ時期がありました。でも、安楽死っていうのは、頭にもよぎらなかったです。やっぱりそれも含めて、受け止めてやらなきゃ、せっかく一緒に過ごしてきたのにっていうのがあるんでね。だからもう楽しいことも悲しいことも痛いことも全て受け止めてやるっていうのが僕の考えで、でつぼみちゃんもすっごい苦しんだ時があります。本当もうそばにいてられへんぐらい、ここに来てはないんですけど、当初迎え入れて当初退院してきた時とか、すっごい苦しんだ時があります。でその時もやっぱり、そばにいてやることしかできへんけど、一緒に、苦しみを分け合ってきたっていうかね、一緒に受け止めてきたっていう、でそういうふうな、僕はそういうふうな犬との接し方、が本当の飼い主と犬との間と思ってるんでね。で獣医師さんもその考えと思います。絶対おすすめはしませんでもっていう感じで言われたんで、あまりにも苦しむ場合は、
で僕は獣医さんにその僕の考えはお伝えしてないんですけど、あこの獣医さん一緒の考えやなと思うので、僕はもうはいっていう感じで聞いてただけです。それでどうされますかっていうことでいろいろ僕考えました。でも 1-2% のちょっともうちょっとね確率が高かったらその確率に欠けてたと思います。でも、もうちょっと、進行が遅かったら僕は欠けてたと思います、そっちに方向でも、確率も低いし進行がちょっとあまりにも早いんで、僕はそっちに欠けるべきじゃないかなと思って連れて帰ってきました。っていうのは、コメントでもありましたけど、ショートのコメントとかでありましたけど、脊髄軟化症が治る、外科医的処置で治るよっていうコメントもいただいております。でそれも獣医さん言ってました。事例はあるっていうことで、ただなんですよ。ただ今の炎症が11番12番の肋骨の状態より以下でないと不可能だということらしいです。ですから今もう課長は脳まで炎症が達してるんで、やったところで余計に結果を早めるだけだっていうことで、悪い結果がねだと思いますよっていうことで、でね手術を諦めることになって、そしたらあともう2択しかない、そしたら進行があまりにも早いんで、じゃあお願いします、その治療をやっていただきたいということで入院させて、その治療に入って、次の日その次の日亡くなっちゃうパターンもあるなと思ってね、それじゃああんまりじゃないですか。だからもう、共に苦しもうと思って連れて帰ってきました。それで、どうなるかは分からないです。それとあと 100% 脊髄軟化症っていうのが今の医学では断定できないらしい。でもなんですよ、症状からしてこれはそうであろうというまだ疑いなんですよ。だから診断書もいただいてきました。でもまだ脊髄軟化症の疑いなんですよ、分かんない。これが進行していっての話なんですよ。だから今は脊髄のヘルニアで、ただ炎症を起こしてるだけなのかも分かんない。よく考えればね。だからまだ分かんないんですが、疑いがあるっていうことです。で、最後に先生がおっしゃったのは、この三が日中に亡くなる可能性も、この進行の速さから見るとこの三が日で亡くなる可能性もあるから、それはもう本当覚悟してくださいっていうことで言われましたし、そうかといって1ヶ月先もまだ元気でいててくれるっていうかね、頑張って出る状態かも分かんない、これはもう分かんないらしいです。で僕たちはその悪い方には捉えずにいい方で考えてます。ですからアマゾンで、課長ね散歩とか走り回るの好きやったから、もう早速カートを買いました。でそれが3日の日に来るんですよね。だからねまた一緒にもう散歩はねできないとして、でも一緒にねカート乗って外の景色見てリラックスできる状態になってくれたなと思ってイメージしてアマゾンで発注しました。でね
またその課長が笑って外でカートに乗ってる姿、動画配信できるように頑張りますな。ってことで、ね、当然あの全身動かないわけなんで、カテーテル入れて、数時間ごとにおしっこも抜いてやり、お水もあげて、ご飯もねあげてっていう感じで、もうね、つきっきりっていうか、人の介助がなければ何もできない状態で今はいます。でもヘルニアでこのまま進行が止まってくれれば、まだまだ手はあるって僕は信じてるんで、ですからただただね、延命を期待するんじゃなしに、回復してもらえるように皆さんも祈ってておいてください。延命じゃない、回復やな、な。はい、それでは失礼します。